ふむふむ、手首の使い方が大事と。あと、ズボはここね。ここをこうして押す。そして力を入れてグリグリ。お、あ、11。授業中なのに何してたんだって見てわからない？付き合い長いんだからそれぐらい察してよ。私お母さんのこと話したでしょ。そう、うち母子家庭ってやつで、だから自分で遊ぶ分のお小遣いぐらいファミレスのバイトで稼いでるんだけど。え？あ、全然すごくないって。少なくとも勉強よりは楽しいし。見た目によらずしっかりしてるねって。あんたは一体どういう目で私を見てるの？あ、そうだった。話を戻すと、毎日頑張ってるお母さんのために何かしてあげたいなって。だからじゃん、これさえ読めば誰でも楽々会長マッサージ。この本で勉強してお母さんにマッサージをしてあげようと思ったんだけど、正直本だけじゃ全然わかんないのよね。そう、人にやらないとこうコツとかつかめないのよ。だからさっき稽古に練習台になってもらったの。ん？だからさっき連行したんだって。失礼ね。ちゃんと同意の上でよ。まあちょっと嫌がられたけど。でも稽古全然肩とか凝ってなくて練習にならなかった。練習台になってくれるの？本当に？あ、っていうかマッサージってことでなんか変な想像してないでしょうね。冗談よ。そんなマジな顔しなくても分かってるって。それさ、お願いしちゃおうかな。というわけで行きましょう。どこへって、もちろん保健室よ。誰もいない。ラッキー。なによ純一、平気だってば。バレなきゃ問題ないでしょ。いいから早く上着脱いで座って。はい、オッケーね。じゃあ座って。おう、違う違う、椅子じゃなくてベッドに座って。出ないとマッサージできないじゃない。何よ、今更なしとか言わないでね。ほらほら、ベッドに移動して。